オーツフルンの街並みオーツフルンの歴史的建造物世界のダチョウの首都とされるオーツフルン。オーツフルンは南アフリカ共和国西ケープ州にある都市である。人口は2011年時点で6万1507人。オーツフルン自治体に所属している。英語読みだとオーツホーンとなる。ダチョウ産業で有名な都市である。ケープタウンから3 5 0トル離れた場所に一致している。 ジョージからは 50km と近い。標高 2325m のスワートベルグ山と標高 1578m のウテニカ山脈の間に広がるショーカルー平原の中心となる都市。ダチョウの飼育数は世界最大であると言われ、世界のダチョウの首都とも言われる。ダチョウ産業とそれを生かした観光業が盛んであり、世界中から多くの観光客を受け入れている。 周辺には看護小入道がある。人種はカラードが全体の7割と大半を占める。アフリカーナ等の白人も15%と少なくないが、黒人は1割強と少数派である。言語はアフリカンス語が9割弱と大半となっており、国内でも有数にアフリカンス語の割合が高い都市である。ケープタウンとポートエリザベスからロボスレール鉄道が運行されている。 ありがとうございます。